ドイツ日清、日清焼きそばデラックスクラシック、揚げ麺に液体ソースと火薬がついています。麺は日本の日清焼きそばと比べて細く、少しバタついた感じですが、欠点だとは思いません。ソースは液体であることもあり、日清ではなく札幌一番ソース焼きそばに近い印象です。適度な甘さとともに唐辛子の刺激が結構あります。キャベツが大量に入っているのは日本の袋焼きそばにはない良い点です。ヨーロッパ製の焼きそばは初めてですが、意外とよくできています。